どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も映画内やっていきたいと思います。よろしくお願いします。やっていきましょう。てな感じでございまして、今日は入学式でございますね。前回なかなかにいいスカウトができておりますので、そこで何が入ってくれるのかちょっとお楽しみにしながらやっていきたいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。やっていきましょう。さあ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 、天才入ってくればでかいよね。天才が入ってくればでかい。もう一回言います。天才が入ってくればでかい。そしてあと転生が欲しい。ピッチャー3人ぐらい来てくれていいんだよ、マジで。森下安西。チラ見してこ。チラ見してこ。どうせピッても癒し来ないから。兵庫秋山さんいるね。よし、行こうか。今、兵庫にいます。大阪に行こうかな。大阪に行きましょう。ぐらいでございます。レッツのゴー！お願い、来てくれ。お願い、お願い。バッドボーイに、バッドボーイに行こう。来ないけど、なんか下の田中ってさ、マー君じゃねって思ったけど、お前クビだぞー。うわ、ピッチャー外した全員。うわー、ピッチャー外したよ。うわー、うわー、やーば、やーば、やーば。まあ、桑原がまだ攻めて使えるかな。うわー、やーば、匂うなー、やばいなー、この匂い。いやー、これやばいて。いや、川岸のこのゴミ差加減もえぐいし、田中のこのゴミ差加減もえぐいし、桑原はまだマシかなって感じ。桑原だな、エースは。見ていきましょう。松永、威圧感持ち。いいじゃん。なんかいい感じの威圧感持ってくれてるなって感じでございます。いやー、まあ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 。ありかな。次、小林。まあ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 。悪くない。悪くないけど悪い。これ確かあれだよね、一番捨て強かった子だよね。うん、208あるね。いいね。盗塁いい以外はマジ完璧。1年からレギュラース。赤は、おお強い、広角持ち、いいじゃん。赤川、2人なんかセカンドセカンドなんだけど、赤川もめっちゃ当たりじゃん。セカンド普通に守れんな、1年から。服部、服部、おお、チャンスで粘り打ち、ラインドライブ。強いな、服部。服部めっちゃ強くない？いいね。あと2人。おお、200超えてる、星野、強っ。ロボヘイ、かくらん、カット打ち、マルチラン。いや、強いな。全然強いぞ。で、あ、まあ、早急は F だけど、沖山もめっちゃ強いな。次期正捕手、彼だね。まあまあ、逆に今回、200超えてるのが、1、2、3、4でしょ。で、まあ、実質200いるでしょ。打者はめっちゃ当たりで、ちょっと顔面変えてきます。全員変えてきました。沖山、星野、服部、赤川、福井、小林、桑原、松永、川岸、田中、こんな感じでございます。どうぞよろしくお願いします。使えそうな人はね、割とマスモのまともな顔面にしてありますと。割と裏事情があります。はい。割と全部ほぼお任せにしてあるんですよ。ほぼお任せの中で書いてるというのがありますね。あ、そんな感じでございます。どうぞよろしくお願いします。赤徳だけ消すゲームだけやらせてください。赤徳消すゲーム。これが消える、ランチを消えてくれればマジで彼をとりあえずベンチ入れさせる。うん、まあ、はい。はい、オーダー組んで参りました。こんな感じでございます。1番、ファースト、鈴木。変わりません。2番、サード、柿原です。サードじゃないや。サード、サード、こう、ごめんなさい。2番、ライト、柿原です。ここも変わりません。3番、センター。じゃあ、3番、サード、亀井です。ここも変わりません。4番、ショートで岡本です。はい。5番で、センター、福崎。6番、西田。8番山中。で、9、8番、あ、すいません。7番山中、8番ハットで9番木村。っていう感じにはしてありますが、正直結構重不動です。あと、5番まではほぼ格なんですよ。まあ、竹原とかワンチャン予選とかを下ろして、早めにこっちの子たち出したりとかをするかもしれないですけど、基本的には、そこそこ入れ替えながら今回戦っていこうかなっていうふうに思ってます。はい。松永は多分代打ぐらいなんですけど、沖山、赤川、星野は全然使えます。赤川をセカンド起用させようかなとは思っているので、ショートにコンバートし福井はしようかなっていうふうには思っておりますが、どっちでもいいです、正直。はい、てな感じでございます。練習指示もやっていきましょうか。とりあえずさりげない練習指示、これ大事でございます。と、桑原がな、なんか変化球を横方向のこっちで覚えてくれればすごい熱いなって思います。とこういうタイプ結構好きです。はい、変化球を覚えます。変化球を覚えます。覚えます。
で、ここら辺は変わりません。一年人だけ弾道をまず秒で上げます。秒で弾道上げます。はい。まず弾道上げないと何も始まらないんで、弾道上げさせてください。皆様、弾道です。先に弾道。1に弾道、2に弾道、3に弾道です。はい。エロ本で読んでくれれば一番早いんだけどね。なかなかそういうわけにもいかないので、エロ本をね、読ませることを強制するわけにもいきません。それが私たち、教育者の、おいおい、田中役目でございますからね。よろしくお願いします。ベンプレ多分壊れるんじゃないかなと思うんだよね、これ。多分だけど、ベンプレこれで壊れるはず。だよね。予想通りすぎる。予想通りです。もう未来が見えてます、俺今。なんで本当にさ、赤毒消してくんねえの？赤毒消してくれるだけでマジで変わるのにさ。なんかあるよね。赤毒消してくれない期間みたいな。なんかそういうのが一番ムカつくわ。1、2、3、4。はい、焼きます、止まります、皆さん。焼きます、フィーバーしましょうか。ここの焼きます、マジで大事だからね。何が来るか。鈴木、沖山、大野。いやー、まあ鈴木も大事だけど、沖山だね。威圧感とかついたらマジで熱いんだけど、さすがにつかないと思う。ごめんなさい。狙いすぎです。まあ狙ってていいからね、こういうのはね。個人的にはこういうのはバンバンシューティング狙ってからでございます。1回1でいきます。で、5でいきたい。5でいきたい。5でいきたい。誰か覚醒しねえかな。覚醒してくれたらマジで流れ変わるんだけどな。覚醒欲しいよな。覚醒。前には9マス全くないよね。3で止まって、前には9マスなければ、ここで練習試合やります。ちょこちょこ飛ばしながら練習試合やりますよ。練習試合行きましょうか。名門です。吹田高校。大阪の高校で、ね、多分、名前的に。来いよ、明日、負けてえな、これ。1年投げさせるか。見て見て、みんな。ここまで、やってきたんだけどさ、まさかの、なんか、いい感じに戦えちゃってんだけど、1年伸びて。今日のスタメン見る。今日のスタメン見て、これ。ほぼ1年。一回、服部を使ってて、服部を一回ここで代打出して、掛原に変えたんだけど、それ以外、マジで、やってないのよ。やばいね。戦えちゃうもんだね、意外と。この言えば、吉田手ピッチャーがなかなか良さげだったね。ね、この子ね、このチームね、結構総合戦力高いのよ。ほら、見て、この守備見ればわかるでしょ。ボンチームだったらさ、今の抜けてんじゃん。なのとも総合戦力。見てほしい。ほら、ほぼ S。代打出します。勝ちたくないです、正直。山中かな？山中で、どうせホームラン打てないんで。ホームランを打てない人でいきます。勝ちたくないんですよ。OK、ナイスナイスです。で、鈴木も代打出しちゃおうかな。鈴木も代打出して、代打を出して大丈夫な人でしかいかないです。育成をしたいかなぐらいで、岡本で。で、一番の意味のない威圧を使って、引っ張りでいくっていう。OK、ナイスナイスです。そこで全員出そうか。で、西田に走らせて終わらせよう。西田は打っちゃうんで。亀井は打っちゃうんで、西田氏に走らせて終わります。いや、素晴らしい試合だったと思いますよ。マジで素晴らしい試合だったと思うわ。どうもありがとうございます。どうせ、もう延長もないんで、走らせましょう。とりあえず先に走らせて経験値貯めます。で、西田に走らせます。見ててください。西田に出そうとします。ありがとう、西田。いや、これ、下に野球はさるのマジでけえのよ。いけー三刀ええ成功え、待って、これ、成功したいや、ああぶねえ危ねえ三刀まさかそれると思われんだよなびっくりしちゃった、今。びっくりしちゃった。三刀それると思って。いや、いいね、いいね。全然いい。素晴らしい引き分け。もう、八百長だね、今の。いや、どうもありがとうございます。素晴らしいです。大尊敬です。で、この野球マスで勝てれば一番美味しいね。この野球マス、勝とうぜ。いや、バントでいいな。なかなか、だね。よし、ここです。大事なのはここです。うん、ここでいいね。行きましょう。いただきます。誰が選ばれるか、まず。いや、星野だな、これ。星野。なんかついてほしい。お願い。着いたー！よし！引き分けた甲斐があった。いいね、星野。いいじゃん、いいじゃん。特能魔人だね、星野は。
いや、全然なんかここのメンツ意外と打てる人も多かったし、沖山意外といいね。インコースヒッターでこうだから、俺がマジで好きそうなバッターになってくれてます。あ、先に本屋さんもいるじゃん。いいね。この1年マジで、期待高えよ。マジで期待高えから、この1年。みんなマジで期待してあげてほしい。プレッシャーがいいね。今、マネージャーが練習効率上げてくれました。雨や嵐、感謝、どうもありがとうございます。1、2、3、4、5、いや、これ微妙、来るぞ。ごめんなさい、赤松もらいます。ちょっとあんまりないんだ。ごめんなさい、許して。あ、塚田ならいいや。塚田なら全然苦しくね。塚田の調子ならいくらでもやるよ。だから、俺らの調子はやめてくれ。よし、でございまして、そろそろ終わりで、あー、や、好きに焼きます、あれいいね。このまま行きましょう。このままいけんのかな、いけん気もするけど。まあ、いけん、あー、いける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 。おっしゃ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 。いや、マジでなんかここまで結構楽しい栄冠内ができてますね。ありがとうございます。いやー、なんだろう。栄冠内ってやっぱね、楽しいゲームなんで、自分がやりたいことをね、いかにできるかだと思っております。いや、皆さんも一緒に栄冠内楽しい、行きましょう。お願いします。1つ下げます。そうすると、投げ込みが使えますと。いや、ここの野球はマジで光ってくれ。俺が、ね、100% この男です。王の。いやー、一番欲しいやつ来た。いやー、ダメでした。ピエン。よし、じゃあ最後、抽選会だけやって、ここの様子見て、次回以降、誰を使っていこうかとか選べるので、しょっぱな弱いところがいいなー。7番欲しい、7番。5番。5番は別にそんなのか？2回戦くらいまでだったら全然いけんな。何を楽しい高校以外だったら正直そんな怖くないね。そんな感じでございます。また皆様次回でお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。